雪国。このカクテルは1958年に開かれたカクテルコンクール優勝作品で、山形県酒田市のバーケルンバーテンダー井山圭一氏によって考案されました。グラスの砂糖で降り積もる雪、沈めたチェリーでその下に芽吹く新芽を表現しているそうです。2018年にはカクテル雪国の誕生秘話と半生を描いたドキュメンタリー映画雪国が制作されました。日本生まれの日本人バーテンダーによるオリジナルカクテルの名品のうちの一つです。レシピのご紹介です。バー豊川ではスミノフブルーウォッカ 40ml、 コアントロー 20ml、フレッシュライムジュース 10ml、 シェイクという技法でお作りします。アルコール度数約28度のカクテルです。なお、これらはすべて動画下の概要欄からご購入いただけます。